どうも、くつしです。はい、ということで、本日は私が1月に唯一ポチったアイテムを紹介させていただこうかなと思っています。非常にね、懐かしいアイテムがまた復刻されたということでの購入になります。なんとなくピンとね、来てらっしゃる方もいるかなと思うんですけれども、2018年、19年頃の話だったと思います。それで、今年ね、本当だから1月これしか買ってないんですよ。冬のセールとかも始まっていろいろね、まあめちゃくちゃ安くなってるじゃないですか。わ、これもいいな、いいなと思ってるんですけれども、なんかね、ポチりまではいかなかったんですよね。で、今年冬寒いし、まあ寒いといえばダウン持ってるし、ヌプシね。で、ヌプシさえ着てしまえば今、インナーはもう、まあ、ね、既存の持ってるスウェットとか、ロンティーとかでも十分だし、まあ見えないからいっかっていうことってあんま買わなかったんですよ。でもう2月ですよ。2月。もう次春物でございますね。ということで、スニーカーでございますよ。で、2018年、19年といえばですね、こちら買いましたね。じゃじゃんということで、もうね、私どもの世代にとって非常に懐かしい一足だと思います。ノースウェーブエスプレッソでございます。これ前回の復刻になりますね。結構ね、もう大切に履いてるっていうのもあるし、まあ、ここ数年はね、もうほんと年に数回しか登場しなかったアイテムなんですけれども、ただね、ポチってね、この1ヶ月間ぐらい待ちましたよ、多分ポチってからおそらく予約販売だったんで、結構ワクワクしてて、最近は週2、3ぐらいで履いております。ね、自分のこのね、足の形にも馴染んでね、もうほんと履きやすいんですよ。ソールも分厚くて、なんかね、履き心地もし、まあ、エアが入ってるんじゃないけれども、クッション性がめちゃくちゃいいってわけじゃないけれども、なんかどれだけ履いても疲れない一足なんですよね。幅も広くて、このボテッとしたシルエット、最高ですね。で、ブラック、スウェードですね。で、ちょっと最近ちょっとリフレッシュで、紐をコットンの紐に変えました。新しいですね、紐はね。いいっすね。このボリューム感たまらないですね。で、これがね、US の10で28センチ、おおよそですね。元々がイタリアのブランドなので、表示でいくと43っていう感じなんで、まあ大体28センチ。ちょっとね、大きめ大きめです。ちょっと大きめ大きめ。ただね、全然許容範囲ない。で、ただこれもワンサイズ下げても、ワンサイズ下げてもね、ワンサイズ下げてもいけるかなっていうことで、はい、ちょっとサイズも下げての購入でございます。はい。いつも通りの動画の感じで、はい、行こうと思っております。いいですね。これサムネでいいんじゃないですか。こんな感じ。こんな感じでいきますか。どうでしょうか。これがあんま見えない方がいいかな。こんな感じがする。ノーセーブエスプレッソでございます。で、この度が、何段目ぐらい？第4段、第5段ぐらいのですね、復刻になるんですけれども、カラーがブラック、グレー、あとレッド、イエローみたいな感じだったかな。で、4色復刻。またね、ちょっと、追加色とかも出てくるのかなとか思ったりもしてるんですけれども、まず詳細いくと、今回だからワンサイズ下げて多分大丈夫だと思います。多分大丈夫だっていうことで、まあきついってことはね、幅も広いからないと思うんですけれども、42。で、US10、センチでいくと 27.3 って書いてますね。で、定価が多分結構上がってます。21,780円。21,780円になりますね。本体価格は 19,800円になりますね。え、ただ、ZOZO でも、Yahoo ショッピングの ZOZO で買ったんで、還元が結構あって、4000円分ぐらい還元があったんで、まあ、実質でいくと17,000円台ぐらいかな。で、買えたかなっていう感じでございます。ノースセブエスプレッソでございます。いいですね。で、私が何色を買ったかって言ったら、まあ、ブラック持ってるんで、まあ、ブラックもね、捨てがたかったんですけれども、同じものをね、2個っていうのもちょっとあれかなということで、購入したカラーがこちらでございます。さっきにちょっとチラ見したんですけど、めっちゃいいです。じゃじゃーんと、はい。グレーになりますね。いいですね、このグレーのスウェードでございます。なんか新品だから、かわかんないけど、なんかシュッとしたようなイメージがあるけれども、どうなんだろうか。まあ確かに、こっちで行くと、まあ自分のこの履きじわっていうものもついてるんで、ちょっとね、こんな感じで履きじわついてるから、ボテッとした感がより強調されてる感じはあるけれども、まあ履いてったらね、もうちょっと雰囲気は変わってくると思います。あ、でもかっこいいわ。
で、さっきね、ちょっとチラ見して、あ、ここ違うなっていうところが明らかに1点ほどあったので、そこら辺も見ていこうじゃないかなとは思っております。どれだけね、じゃあ、そのオリジナルに忠実に再現、どちらがされてるかってちょっとわかんないんですけれども、雰囲気はめっちゃいいっすね。かっこいいよね。ということで、詳細というか、まずこう両方出してみましょうか。両方出してみまーす。こんな感じでございますね。これが左足。替え紐がですね、1本ついております。これもコットンになるのかな。はい、そんな感じでございます。で、明らかに違う点いきます。ここですね。もちろん全体の雰囲気はね、ほぼほぼ一緒なんですけれども、明らかに違う点、ここです。ヒールのこのロゴですね。ロゴのこの、ワッペンみたいなやつですね。これが明らかにでかいです。でかいです。どっちの方がオリジナルに近いかったらわかんないけれども、まあ、こっちはこっちでね、満足してたけれども、なんかこっちの大きくなったロゴの方が、ノースウェーブの N もしっかり見えていいかもしれませんね。で、ここのね、ソール、このカラーは、ブラックだからこれ、グレーだからこの色。はい、そんな感じでございます。で、上からの見た目は、ちょっと違う点でいくと、でもこれね、入ってるからこう見えるのかな。ちょっとわかるかな。ちょっと画面を切り替えて、はい、画面の方切り替えまして、少し気になった部分というのか、でもこれ個体差のような気がするけれども、ここですね。ここ。ここはちょっと上に上がってるかなと思います。まあ、ただね、やっぱ履いてるから履き地割れちょっとソールが反っているので、まあ、その角度なのかなとは思うんですけれども、ちょっと違うな気がしますね。あとは、気になったというかですね、まあせっかくなんでこれで比較していこうと思うんですけれども、ここのタブ少し生地が柔らかい、あ、一緒か。ちょっとこっちの方がやっぱ履いてる分丸みは出てきてるんですよね。こんな感じでございます。このね、スエード感いいっすよね。やっぱりスエードのスニーカーいい、大好きで、ステッチとかも結構縫い方的には綺麗かなと思います。ノースウェーブのフォントもほぼほぼ一緒かな、ほぼほぼ一緒だと思います。あとは上から見た時のここのね、感じ、あ、これなんか紙が入ってますね。ザ・オリジナルって書いてますね。縫い方的には多分、うん、一緒、ほぼほぼ一緒だと思います。こんな感じでございます。で、インナーインソール、ちょっとこうロゴ消えてますけれども、でこのインナーの素材とかもほぼ一緒になりますね。まあ、唯一明らかに違う点はここかな。そんな感じでございます。ノースウェーブエスプレッソ、控えめに言って最高ですね。めちゃくちゃいいです。かっこいいです。で、ただね、やっぱり新品もね、新品のスニーカーもいいんですけれども、この履いた感じ、このね、少しこうソールが反ってるこの感じ、早く出したいですよね。まだね、綺麗なんですよ。もうほんとちょうどいい時期に届いてくれましたよ。2月ガンガン履いていこうと思います。あとは一つ気になる点といえば、まあ紐の太さはね、結構いい感じでかっこいいんですけど、カラーがね、ちょっとこのソールに比べて白すぎるんですよね。このね、幅で、コットン製の紐があったらなおいいかなと思うんですけれども、最近買ったこれがやや細いけれども、カラー的には比較的このソールと合ってるかなとは思います。どうでしょう、ちょっとでも白いかな。なんかね、もう一色なんかナチュラルみたいな感じのカラーがあったんですけど、それでも良かったかな。まあでも、まあ、そんな感じでございます。はい、ということで履いてみましょうか。ここの
先端のロゴ、もうサイズがワンサイズ違うから何とも言えないけれども、でもここの変更はそんなに感じないかな。うん、はい、いいっすね、かっこいいっすね。ということで実際ね履いてみたいと思います。やっぱりね、ちょっとこっちのね紐細いんですけど、このソールのこのちょっとクリーム色っぽいカラーに対して紐が少し白すぎるのがやっぱちょっと気になるんで、まあこっちのブラックにも使用しているコットンの紐がありますから、これに変えます。だいぶ色違うんですよ。これじゃちょっと伝わらないかもしれないけど、だいぶ、はい、これ真っ白です。ちょっときなりっぽいですね。はい、オフホワイトみたいな感じです。紐だけね、変えてから履きましょうか。履きたい最高のテンションで、このエスプレッソを楽しみたいとは思います。はい。これはかっこいいぞ。グレーいいぞ、なかなか。またこれで。はい、できました。紐が、ほんと真っ白だったんですよね。だいぶ、うん。このソールとかの雰囲気にもあって。若干細いんですけどね。まあ、そこら辺は。個人的にはそんな気にならないのでいいかなとは思います。では履いてみましょう。はい、それではね、実際に履いてみましょう。サイズは大丈夫だと思う。27センチというか、向こうのサイズの42サイズでございますね。グレーのスニーカーいいな。ノースウェーブエスプレッソでございます。サイズ感はね、うん、大丈夫、ギリ大丈夫。逆に言えばこれ以上ちょっとちっちゃかったら絶対入らない感じでございますね。で、はい、今若干やっぱ新品だから締め付け感はあるんですけれども、当然ね履いてったら馴染んでくると思うんで、まあ42でも全然 OK でございます。はい、これだからそこまで紐は締める必要もないかな。こんな感じでパカパカならない感じですね。クッション性がやっぱりね、いいんすよ。もともとあのスノーボードとかそっち系のブランドでのスニーカーになりますから。あ、ボリュームいいっすね。かっこいいね。もう一個履いてみようか。あ、いいね。やっぱこのフィット感たまらない。これはかっこいいぞ。紐もそんなにむちゃくちゃ結ぶ必要もなく、こんな感じでどうでしょうか。ノースウェーブエスプレッソ、このこれ GU のスウェットパンツなんですけど、この感じでもいいんじゃないですか。やっぱ履きやすいね。どんどんこう馴染ませが欲しいかな。ここら辺どんどんシワつけて馴染ませちゃいましょう。少し引いた感じで、こんな感じでございます。これね、上からね見た時もね、やっぱかっこいいですね。こんな感じです。こんな感じで私から見えております。かっこいいな。ノースウェブエスプレッソ届きましたね。このブラックもいいけど、グレーもなかなかよろしいんじゃないでしょうか。これ履いてしまえばそんなにサイズ感は言うほど、パッと見のサイズ感はそんな変わらないですよね。あの、なんか、ちょっと待って、気のせい、これソール、あの、これ反ってるから上にこう見えてるだけかね、多分
沿ってきたらこれがこの面積、見える面積が変わってきますよね。若干気のせいかな、こっちの前回の復刻の方がボリュームがあるような気もする。気のせい、どうだろうか。はい、ちなみにデニムと合わせた時、これはもう間違いないですね。こんな感じで履けます。いや、このスニーカー買ってほんと大満足、そんな感じでございます。いいっすね。ちなみにこれリーバイスレッドでございますね。あ、いいね、この感じ。非常にもうやっぱこのボリューム感のあるスニーカー、個人的に多分やっぱめっちゃ好きですね。ほんと早く履いて馴染ませよう、これは。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はですね、こちらでございました、ノースウェーブエスプレッソ、こちら復刻またされましたので購入したという動画でございます。1月唯一ポチったアイテムになりますね。で、前回ね、購入したものと、まあ、多少ね、比較対象してみたんですけれども、まあ、パッと見の雰囲気は全く一緒ですね。まあ、ただ、細かい部分見ると、後ろのこのね、パッチのサイズが違うかな。まあ、そんな感じでございます。非常に、ね、満足度も高く、かつ、私どもの世代にとっては、もう懐かしく、そしてね、こう、テンションの上がる一足なのではないかなと思います。いろんなファッションの人にね、ハマってくる一足だと思いますので、まあ、ぜひね、ちょっとおすすめしたいかなと思います。そんな感じで終わりにしたいと思います。いいね。色がまたね、グレーのスニーカー、あ、ニューバランスか。ニューバランス以来のグレーのスニーカー。非常にですね、テンションの上がる一足。ガンガンね、この2月、履いていこうと思います。